ネタバレあり、豚のレバーを振り返れ。はい、豚役の松岡一作です。実役の草野木森です。この動画は放送中のアニメ豚のレバー加熱しろのエピソードを振り返るミニ番組です。アニメ本編をご覧になった方は復習として、見てない方はネタバレを含みますので、アニメをぜひご覧になってからご視聴ください。はい、第3回ということで、今回アニメの7話から10話振り返っていきたいんですけど。そうなんです。もうこの動画だいたい5分から10分という尺で、かつ我々は映像を実はまだ見ていない。そうです。できたものは見ていない。もうここもネタバレしちゃいます。はい、そしてネタバレもできないということで、なかなか振り返れてるのかわからない、完成版を見てないんですですが、さらっとさらっと簡潔に振り返っていきますと、はい、まず7話で、ブレースを助けます。いやー、もうひどいことになってましたね。なってましたよ本当に。なかなかここでもまたシリアスなとこにどんどん突っ込んでいっちゃうんですけど、そして8話でブレースの過去、はい、そしてブレースのちょっとね、オートへの入り方についてヒントをいただいたりとか。そうっす、どういうことだってなってます。あ、なんだ。そして9話で安曲がりに会っちゃう。あいつら最悪ですよね。本当にもう感じ悪い、なんかもう胃がキリキリしますよ。だってもうイエスマガリっていうのがもうなんか専門みたいになってますもんね。結構このポップな映画からは本当に想像ができない展開にどん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 いつの間にか進んでしまっているような状態で、そしてブレースもなくなってしまいます。いやー辛かったですね。ここ本当に辛かったですね。でまた野戸さんの芝居が儚いんですよね。イエスマってみんな儚いんですかね。ねえってぐらい。しかもやっぱりこう今までの話でもあったんですけど、こうイエスマってこうある特定のところから王都へ向かわなければいけないっていう制約があって、はい、で王都に近づけば近づくほどヤバくなってくる。ヤバくなっていく、ちょっとこう怒りすら感じるような展開になってきまして、そして10話ですね、針の森へやってきまして、イエス曲がりにも遭遇するんですけど、なんとか脱しましてヘックリポンと出会いまして、はい、ブレースがくれたヒントを思い出すんですよ、はい、そしてヘックリポンの秘密に気づいて、あれこれ監視されてんじゃねと。そうです、奴らは生きる目だったんですよ。ですよ、生き物の顔をしたカメラのような、そうっす、防犯カメラのような、だからある種ノットの言ってること間違ってなかった。うんですね、そういうことですよね。いろんなこう今までのヘックリポンだったりとか、そうですもん、イエスマがどうしてそういう境遇なのかっていうのが、なんとなくこう、点と点が線でつながっていくような感じになってくる。そうっす、皆様も多分こうある種こう、わあな、どういうことなんだろうってこうムズムズしたものが、ああしっくりきてるぞっていう。ただしっくりきてるけどすっきりしないですよね。そうです。で逆にしっくりしすぎた結果、ズーンってなる。そうなんですよ引きずる、とにかく引きずってしまう。この展開を最初に出さないアニプレックスさんですよ。あんなブヒブヒ、かわいいって言ってて、何ですか、この悲しい展開はと。だからこれであれですよ、こう公式サイトの、メインビジュアル見たらちょっと悲しくなってくるんですよ。悲しくなってきます。夕日のジェスが、はい、やめてください、涙が出てきてしまういや、あとまあアフレコ自体も最初ジェスって私なんか明るめというか、まあ豚さんにこうよく思ってもらえるような感じでやってましたけど、この暗いシーンが結構続くじゃないですか、でジェスってだんだんリアクションがまあメインになってきて、豚さんがかなり奮闘してくれる後半戦になってくんですけど、豚さん的にお芝居の変化ありました？いやどんどん変わりましたね。やっぱそういうその集団がいるっていうことを自覚してから、やっぱこうどんどんさらにこうジェスを守んなきゃいけないっていうのと、あとちょっとジェスに対して守るっていうのがある種なんかこう、なんだろう、独占欲に近いような守り方もするようになっちゃって、そうですね、だからこそなんかそうですね、ただそのもののシーンによっては重くなりすぎるのもなんかこう見てる人もどんどん辛くなっていっちゃうだろうなって思って、入れられ、ここは入れられるって思うところは戦ってました。
なんかあの階段出すシーンの、ええ、なんか入れてくださいみたいなのって10話ですよね。あれが最初松岡さんがテストより本番の方がなんか入れてくださいみたいなやっててあれこれ乗った方がいいかなと思って。そうですね、でもジェスで乗っていいものかっていうのもあって難しいところでしたね。ちょっとだけ乗っちゃいました。あ、それは何よりです。でもどのテイクが使われたか分かんないです。確かにダビング作業でどうなってるのか分かんないですね。ふざけてるって思われたかもしれない。いやいやいや、本気ですよ本気ですよ。本気ですよ私たちは、ええ、別にふざけてなんてお芝居してないですから、はい、ただその重くなりすぎないように2人でなるべくちょっとこう、ええ、いけるとこはコミカルにしたいですね、ええ、みたいな話はしてたんですけど、皆さんご覧になってみていかがでしたでしょうか。はい、楽しんでいただけるとありがたいです。ありがたいです。はい、ということで第10話まで振り返っていきましたが、第11話は大戸に到着する2人、王によって明かされるこの世界の真実とは、二人にどんな運命が待っているのでしょうかと気になる。はい、それでは松岡義次と楠木智恵でした。また次回もお楽しみに。悪いな諸君、俺は一段先へ行く。今日はこれからお買い物デートだ。よろしくお願いしますね豚さん。豚のレバーは加熱しろ。ブルーレイ&DVD 発売中です。